シュテルン・クラック・マルクス・シュテルン音楽院創設メンバーの3人。シュテルン音楽院はベルリンに存在した音楽学校。教員や学生には多くの有名音楽家がいた。現在はベルリン芸術大学の一部になっている。音楽院の始まりは、ユリウス・シュテルン、テオドール・クラック、アドルフ・ベルン・ハルト・マルクスの3人が1850年に創設したベルリン音楽学校であった。 クラクは1855年に彫刻と三次元立体芸術のアカデミーを新設するため音楽院から身を引いた。さらに、1856年にマルクスが引退するとシュテルン一家の支配が強まり、シュテルンの名を冠するようになる。1894年に学長を引き継いだグスタフ、ホーレンダーは音楽院の場所をベルリンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートホールがあった。 ベルリン、クロイツベルク区のベルンブルガー通りへと移した。ナチスの強制的同一化に伴い、シュテルン音楽院は1936年に帝国首都ベルリン音楽院、コンサーバトリアムでアライクスハウッチタットベルリンに、解消して、ナチスドイツの管理下に置かれた。ホーレンダーの後継者らは強制排除され、ホーレンダー私立ユダヤ音楽学校を運営したが、 数年後の1941年には、ホロコーストの犠牲となってしまった。1945年に、第二次世界大戦が終結すると、音楽院は再び改名されて、都市音楽院、スターティシャス・コンサーバトリアムとなり、東ベルリンに置かれた。これは1966年に、公立学校の音楽高等、アカデミー・コデー・ミシャ・ホークシュラ・フィアムジークと合併して、州立音楽。 演劇芸術学校、スタートリッシュ・ホークシュラ・フィュアム・ジークーンとダーステレンド、クンストとなり、2001年からは、ベルリン芸術大学となって、現在に至る。帝国首都ベルリン音楽院都市音楽院。ありがとうございます。